おにぎりの具は何ですか？鮭、髪の毛でしょ。それ髪の毛サーモンなんですか？あ、あなたにとって髪の毛とは何ですか？おなご。おなごですか？大切にしないと傷つけちゃうでしょ。それみきおだ。オーシャン東京高木拓也です。あ、ちょっとすいません、オーシャン東京のトリック…オーシャン東京じゃねえ、これオーシャン東京じゃねえじゃねえか。これも枝豆一個分じゃなくて女性の乳首、わかる？これちょうど乳首、ちょっと大きめのね。で、ここは手の甲行こうぜ、うん、ここ。次、これはこれ、これないと多分できねえからちゃんとやるや、うん、で、ここ後ろからこう、ここミスター、ここ騙されたと思ってやってみて、こうこうこう、これだから。あ、ちょ、自己紹介しなかった。え、どうも、オーシャン東京本店代表高木拓也です。よろしくどうぞ。ここ、女の子セットするとき、ここ抱えてこうやって前髪やるとき、めちゃめちゃ喜ぶから。どうも、オーシャン東京の高木拓也です、よろしくどうぞ。で、襟足を出して、襟足、あのね、最近襟足出せとか言う人いんじゃん、バカ。時代はいつでも襟足です。俺と起きない。いいぜ、雇ってやるよ。目つぶっても吐いてるよ、バカじゃねえの。ということで、小田圭介さん、どうですか、今日対決してみて。いや、まあそうですね、本気で勝ちに行ったんでちょっと悔しいんですけど、まあまたリベンジさせていただけたら光栄です。いつでも待ってるぜ。ちょっともうちょい、あの、高木さんの練習します。いや、そっちだ。生徒の練習しろ。もう営業だ。お疲れ様です。お世話になります。どこから来たの？僕は、姫路です。兵庫県で待ってもらったんだ。あ、ごめんね。すぐ乗れますね。はい、お願いします。よし、はい、みきおだ。これどっちが高木さんなんですか？何？見たらわかるでしょ、バカなの。すいません。てかさ、そういう質問やめた方がいいよ、失礼だよ。普通に考えて、俺だろ。すいません。高木さん、最近忙しいっすか？最近やばいよ、マジで。なんか、旬がさ、よく来るからさ、きついわ。旬来すぎ。どうですか、旬さん。旬あ、いや、まあ、別に言わないけど、失礼だ。あんまりさすがにでやばいでしょ、言ったほぼ言ってないですか。でもいい、まあでも最近なんかゴルフとかやってる。でもゴルフやってるんですか？ゴルフとか言ってるね。ゴルフうまいっすか？まあ基本はね。え、なんかこれ噂に聞いたんですけど、パターはホームでやるって本当っすか？常識、パターはホームで。それ高木、高木、すいません。やめろ。パターはごめん、それ高木。目合わせないんですか、美容師さんとは？俺の目吸い込んじゃうから危ないんだって。高木アイツ団長。目合わせないんですか？だから折れちまうんだって、目の前のお方が。体勢すごいですけどね。今日もいい天気だね。天気予報見た？今日の天気なんすか？雨。え、雨なんすか？うん、降ってないっすよ。でもでもさ、雨でもどうやったら晴れさせるか知ってる？え、知らないっす。俺が歌…あ、すごい。あ、すいません、なんか失礼しました。あ、垂れてきてるっすね。どうしたんすか？どうしたんすか？こっち来ますね。高木に近づくね。高木さん、一応ここだけすごい重ねたんやつ。あ、ありがとう。だけど固め、まあこれがやばいって、やばいでしょこれ。どう考えてもレッドでしょ。どういうことやね。オーシャンの新しいスプレーの匂いさ、俺大好きなんだよね。みんな買ってね、バリカタ。宣伝で最後カバーすると。宣伝のカバーしてくれるんすか？まあ常識だよね、情熱大陸出てるから。
プロフェッショナルじゃないですか。あ、プロフェッショナルだった。もうなんか見すぎて忘れちまったな。ミキオだ。エントリーナンバーせっかさ、オーシャン東京ダークヤハート。みんなも来てね。オーシャン東京の高木レッドです。よろしくどうぞ。